살다 같다면 乙女を癒す日とする。みな、ゆっくり休んでいて。癒やすと言っても、お湯しかないのね。まあ、あなたなら仕方ないのかしら。姫巫女殿、どうだろう。あまり立派ではないかもしれないが、そんなことはありません。間近で見るととっても大きくてふわっと柔らかそうです。まじまじ見られるとちょっと照れるな。 근데 뭐, 少しくらいなら触っても大丈夫だぞ。羨ましいです。何を食べるとこんなに大きくなるんでしょう。これは一体何の話を。加賀の温泉は毛が万病美容に心休め、よろずの効果がありまする。わらわと書いて美しいと読む。 ねえ、聞いた？確かに。まだまだそんな打ち込みぬるいぞ。やばいぞ、またナオトラ様にどやされちまう。 あれれ、あなたのこのふわっと大きなトラさんを見に来たんですか。トラのことでしたか。確かにご立派ですな。<笑>しなやかで可愛いミストラだろう。よし、特別だ。私の愛子と戯れても構わないぞ。ほら、思ったより滑らか。いいお湯じゃない。はい。 あなたも人に入りたかったのか。今日は乙女を癒す日だ。もちろん構わない。話し相手が欲しいところね。誰でもいいから、いらっしゃい。明日ないぞ、マリア。もっと乙女の慎ましさをわきまえろ。あら、なんだかちょっと納得いかないわね。私としたことが乙女の憩いを危険にさらすとは。 より多くの乙女たちを癒していかねば。命に代えても守る。でもどさくさに紛れてチラッと。バカ、ナオトラ様に見つかったらどうなるか。でも気になる。どうして。勝てない相手ではないはずなのに。下がりなさい。使えないものはいらねえ。どうかお仕置きだけは。 あなたのものになれってこと。わらわをとろけさせてくれるなら考えてみろ。女の薙刀も立派な武芸の一つなれば。行きます。このまま男どもに任せていられません。松姉ちゃんは
そうな顔見て、わらわの肌の上で汗が宝石のよう。自らかしずくか、わらわにひざまずかせられるか、どちらでもいいわ。選ばせてあげる。武士なら最後までみっともない真似のなきよう。また少し汗かいちゃった。今度の湯船はどこがいいかしら。人も国も支える柱は職にあり。前田利家が妻松以後吉奈に。